ノッコンテラさん、始まるぜ。レグビー最高。桜綺麗だね。入学おめでとう。こんにちは、ノッコンテラです。いや、春ですね、リーチマルさん。春やな、ほんまに。でも、お前を見てたら、枯れた後の桜を思い出すわ。今日はね、君の大好きな、はい、ラグビー企画でございます。いやー、ありがとうございます。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。今日の高校、上宮大使。ラグビー部でございます。なんで僕がねここの学校を選んだかと言いますと、男子のラグビー部の中に女子が入ってるんですよ。女子高生ラガーマンが入ってるんです。じゃあ女子ラグビー部やろ。じゃないんです。女子ラグビー部じゃないです。男子ラグビー部の中に2人だけ女子ラグビー部が入って一緒に練習してるんですよ。すごいですよこれは。あ、なんか、あ、舐めてます、舐めてますよね。舐めてますよね、ハゲ、このハゲ。いや、おい、声を大にして言う、このハゲ。いや、それただ大きい。でも大丈夫、リーチさん、はい、僕も舐めてます。いや、なあ、いや、な、いや、こう、すいません、あの女の人を下げてるわけじゃないですけど、さすがに同じフィールドで、同じコンタクトをできるとはちょっと思えへんくない。無理無理。そうやろ、絶対に無理。しかもあの大人のさ、ゴリゴリ体鍛えてる子やったらまだわかんない、高校生やからな。でもすごい頑張ってるって聞いたから、あ、そう、せっかくやしちょっと撮りたいなと思って。はいはい。もうおるの？いや、今もうちょっと待ち合わせしてんねんけど。来ましたよ、来ましたよ、来ましたよ。坂ダッシュや、ここ。坂ダッシュすんねん、ここは。え無理やろ。来ますよ。今喋っててんけど、女子ラグビー部じゃなくて男子ラグビー部に入ってる。はい。無理でしょ。無理無理無理、絶対無理やって。絶対無理でしょ。やってんの、ちゃんとラグビー。やってますよ。え、なんかアップとかだけとかじゃなくて。いや、ちゃうっす。ちょっと自己紹介、じゃあちょっと。高校3年生の吉川シンクです。あ、よろしくお願いします。シン？シンクです。シンク、お、すごい、めっちゃ、めっちゃおしゃれな名前やな。そうな。俺コージ。いやいや、わざわざ言わない。知っとる。いいよいいよ。高校2年生の中塚美咲です。お願いします。一回あの菅平で撮影した時、この子らおって。ああ、おったね、おったね。ほんで、うわ、すごいなと思ってんけど、この子ら全然俺に喋りかけてくれへんかったから。いや、まあまあまあ、確かにあの圧がすごいわ。そう、だからあのちょっと今日あのどんなもんかと撮りたいと思いますんで。はいはい。じゃあ俺らほんま結構厳しいで大丈夫。全然コンタクトとか普通にあの女子やからって受けたりせえへんから、ガーン行くで。はい、大丈夫。お、すごいね。いやいや、もうほんまに、ラグビーしてたらこう恋する暇とかもないんじゃない。ないですね。いや、お、お、おーおーやな。シンクさん、シンク車来たぞ、シンク車来たぞ。マジでマジで。お、怪しい、怪しい。はい、しますよそら。いや、まあまあそうやで。お前なんかずっと恋しとったやないか、高校の時。何笑っとんねん。ちょっとあんまりシンクに、強みやったっけ。大好き。舐めてるからやっぱり。いや、どこまで見してくれるんかなっていうの。強み言うたら、ね、やったりますわ。シンク、シンク頑張ります。ポジションどこやったっけ。フランカーです。あ、サックラーなんや。プロップです。プロップ、すごい。一斉のバーン。うわー、すごい。気合入れてる。せやだ、せやだ。 YouTube パワーバリ使ってる、ほんまに。もうここから入ったらな、ラガー、ラガールじゃない。じゃあ今日撮影もあるんで、みんな気合入れていきましょう。えい、えい。いや、いいよいいよ、もういつも通りやってくれたらいいから。いつも通りやって。最後、えい。お、なんかお前のだけ老けとんな。なにこいつら、高校生ちゃうぞこいつらだけ。いきなり絡むやん。え、老けとるぞこいつらだけ。留年やろ。留年してるんやん。OB か。OB が来てくれております。おお、すごいな。すごい、優しいな。恵まれてるんで。恵まれてるな。はじめ何やんの。タチュットしようか。タチュット、あ、オッケー。のこさんも参加で。ん、俺が、うん、俺ちょっとアップできてないから。いや、俺もできてない。ちょっと頼むわ、見せたってくれ、ラグビーの厳しさ。シング、シング、はい、リーチマイルドがなんか、なんか厳しさ教えるみたいな。厳しさ教えるって言ってたで。大丈夫、頑張ります。いける。ちょ、見せたってや。のこはしない。うん、頼む。抜いたっていいから。みさきちゃん、リーチマイルドがさ、なんか舐められたくないから
なんかラグビーの厳しさ教える、カメラ近寄ってたらどんどん下がっていくのやめてくれ、はい、厳しさ教えてくれるんですか。これも厳しさ教えたら逆に教えましょうか。どういう厳しさ教えてあげるの。男と女の差っていうか、ね、舐めてんな。いや舐めてますわ。見といてください。そう、女やからとかそういうのほんま、いや社会的にこのご時世あかんの分かってるでも、でもラグビーやからな、ここ。そうそうそう、いやいや、フィールドの中言うたらもうタイやから、うん、その上 でもお前ら今日味方やろ、あ今な、うん、あせーの、うん、そうせーの、うん、来シンク、シンクナイスや、ナイスナイス、シンク行け、シンク行け、いいよ、ラストに。水崎さんよう声出てますよ、水崎さん、さすがっす、水崎さん、上げていいよ、あいいっすね、水崎さん、チーム引っ張ってください、水崎さん、上げていいよ、上げていいよ、あったから、ほらほらほら、リーさんすいません、あの学生と一緒ぐらいのコールになってるんであの教えられてますよ、ラグビーお願いしナイス、おいリーチマイルド、お前人、お前はまたすな、何をお前は人のせいにハゲが、お前あかん、みんなすみんな運動量高すぎて俺ついていかへん、そうやそうや、今度あげろ、やばい、あと来る、おらの上ろっちゃった、あほかいいよ、左上げていいよ、みさきいいよ、一番声出てるよ、ナイスや、ナイスナイス、シンク大丈夫か、逃げるか、喉乾いてないか、あ水持ってきたろか、あ大丈夫か、もうでも、え今3年生や、今年3年生、あほなあと最後の年、はい、頑張って、でもまだまだ今からさっき、まだまだ、はい、今からやけど取っとくわ、はい、あいいよ、ごめんな、うん、姉さん姉さん姉さん、どう楽しい、ナイスナイスノックオン、ナイスノックオン、疲れた、疲れますね、疲れた、一番女の子声出てたで、いや僕の方が声出たっす余裕で、ここで急に声出し出した、全然よし、全然大丈夫、ラグビー楽しいいいことやなそれはいいことや、キャプテンだっけ、ちゃうっす、あちゃうかね全然ちゃうっす、キャプテンやったっけ、キャプテンやったっけ、はいラグビー楽しい、楽しいラグビー楽しい、楽しいです、さっき眉毛描いてたのに消えてるやん、もう消えちゃったっす、なんで消したん、あちょっとおもんないかな消えちゃったっす、いやよかったよ、あ青森山田の子もだって描いてたもん、あ描いてたんすか、そうやで描いといてよかった、疲れた、ラグビー楽しいっす、女の子2人やったらどうなの、いやもう慣れましたよ、もともと1人やったんで、あそうなんや、あの美咲が入ってこなかったらずっと1人やった、あそうなんや、あのでもあの子2人と もすごいけどさ、この子も すごいな、美咲は一番声出てるのなあ、一番動くし、いいよ、はい、いつも通り喋ってくれたらいいよ、非常に可愛い正直惚れてる、正直惚れん、いや最高、ビジュアルはあれやよな、ラグビー界では、まあ、トップクラス、トップクラスなんじゃん、京介のほうハマってます、え京介のほうハマってます、なんで卒業編で京介のほうハマってます、あ、なんかオファー待ってる、京介出たらなんだ京介って、あの恋愛番組なんですけど知らんわ、みんな見てしか出れないんですけど全然落ち着いていかない、多分出れますわ、ほんまに出たい、でもやっぱラグビーが恋人らしいからそうですね、そう、だからもうやっぱあかんな、僕もラグビー恋人です、おそうでもないっす、お前後でちょっと携帯チェックするから、女の子と LINE してたのほんま、そうじゃないっすよ違うほんま、ノッコンさんあれっすね、ヤンガちっちゃいっすね、喧嘩ってそうっすわ
全然わちゃわちゃいますけど。嘘、勘弁せえや、そんな許してくれる。全然ブレイングダウンやりましょう。どうもやりましょうよ。やりましょうよ。こんな番出てる。いや、この子でも強そうやな。マジ強いっす。マジ可愛いっす。可愛くないですけど強いっす。全然強いっす。リーチェ、ちょっとリーチェ、もうお前リーチ始まってるとお前ど、いやいや どこのおっさん喋ってんのお前。などなどこのおっさん、だ誰上野宮だ初めて来た、ファンファン、ちゃうちゃう、ファン違う、初めて来たんでね、ちょっと場所わからん。違います、ドランドってか、ドランドってか、上野宮高校の総監督さん。えミキ先生、あミキ先生、あお前がよく言ってるミキ先生ね。あすいません、失礼しました。ミキ先生リーチマイルドと高校一緒なんですけど、はいはい、ずっとミキ先生の悪口言ってました。言ってます。こいつ。言ってます。そんなやつやもんな。こいつ。やっぱり平和してないよな。いや、絶対そんな言わない。ずっと言ってますよ。怖いな。ほんまに。この時代はまだ大麻どんくらい。コツコツ。今これは今。コツ。ありがとうございます。めちゃくちゃいい撮れ高でした。いや、こうやって頑張ってくれてるのも嬉しいです。いや、よかった。こうやってやっぱラグビー YouTuber やったらこういう出会いがあるから、応援してます。ありがとうございます。ありがとう、よろしくお願いします。わざわざリーチ、お前ちゃんと言うてくるな。ただのなんか見学基地かおっさんかと思った。いきなりな、いきなりおっさんから入ったらあかんねん。普通は普通あかんねん。普通入ったらあかん。どう見てもおっさんやろ。いやいや、やめろって。あれ監督、監督、あ、小山先生、あ、小山先生来られてないと思ったらここいたかったんですね。めちゃくちゃ静か。もうそういうスタイルで行かれるんですね、小山先生は。これ、まあ、子供らが自由にやったらいいから。あ、なるほどなるほど。僕ら教えてもらってる時ってそのスタイルじゃなかったですよ、小山先生。もう軍隊だよな。そうですよね。こうやんねや、こうやんねや言うて、言うこと聞かんかったらも殴ってみたいなスタンス。撫でて撫でて撫でてもらってたスタンスですよね。そうそうそう。年行かれたら、まあ、丸くなるみたいなとこもあるっすね、やっぱり。いや、俺はずっとやんな。ここから俺が変わってね、ここ。ああ、はい。で、ミキ先生の頃までは、さっきみたいなことが起こってたけど。ああ、はい。俺に変わってからはもうないよ。ああ、ないです。うん。全然リーチマイルドがしっくりした顔してない。いいんですか。多分ビクビクしてたと思う。そうですよね。うん、なんか高校の時のリーチマイルドのなんかストーリーあったら、ちょっと教えてもらっていいですか。何したあれ、行きましょうよ。タバコを吸ってて、なんかば、それあかん。男の子よりも頑張ってる。この頃は男の子と一緒にやってたら、後にさ、女の子のチームに行った時に絶対それは力になるから。ああ、そうですよね。確かに。うん、それ型にはめてやったらさ、自由な発想とかもなくなるしさ。もう伸び伸びをラグビー、まず伸び伸びやらせてあげるっていうのが。あ、そういう気持ちがやっぱ先生ある。うん。お前、小山先生、しばかれたことないの？俺、小山先生50発くらいだよ。撫でられた。撫でられた。でも俺は、俺個人的にはすごい勉強になった。うん、ああ、うん。そっち。せやんな、せやんな。言葉でガッて言われるよりも、俺はそって、愛情、愛情。あ、そうですね。そうですね。うちよし、スターマラスとかあるから、そこもうちょいちゃんとやれます。ほんまに、これタッチウッドでも意味なくなるから、そこもうちょい真剣にやっていこう。はい。はい、やっぱりあれやわ、女の子の方が声出てるな。ほんと声出さん。笑ってんな。おい。え、あ、俺も笑ってた。あかん。恋したいよな。どういうことや。急に何言い出すねん。こいつ何言い出してんねん。そんなんな。いや、やっぱ恋したいのに。いや、まあ。ラグビーばっかやってるから。いやいやいや、それで。実際どう、このラグビー部の男の子見て、はい、女の子みたいな気持ちだったりする普通あると思うね、女の子って。やっぱキャプテンとか、そういうキッカーとかようやってるんで、それはかっこいいです。ああ、なるほど。でもそれはチームとしてかっこいいってことやな。ああ。いや、チームの胸を踊らされるラガーマンはここにはおらんってことや。ああ。だからこそ、5年後。あ、俺が、みたいな。やめろ。やめろよ。何？やめろって。行こうか、シンク。はい。ちょっと確認したいことあって。はい。美咲、ごめん、ちょっと、今は美咲って呼ぶねんけど。今だけ読むねんけど、美咲はさ、あの人好きみたいな、はい、出てくると思うよ。プレイヤーとしてやってるよね、はい、どうなんかな、その。出ないですね。ん、かっこいいとか思わないっす。あ、そうなんや。ラグビーしてるとこは、うまいなとか思うけど、あんまり、うん、そっか。今でも、今何歳だっけ。高1、高2や。次高2、はい、だから今16、7、6です。6やんな。今はあれやけど、5年後、
21ぐらいだな。はい、いいよ別に。あ、コウジさんだ。うん、うわ、うん、俺いいよ、待っとくけど。あ、じゃあ行くっすわ。ちょっと待って待って、結婚しようとかなしっす。いや、もうしてる今。えぇ、ー、むちゃええ返納するし、ちょっとちゃうんよ。結婚してるし、子供6人いてんねんけど。こっちっすか。そうそうそう。あ、じゃあいてんねんけど、でもそれは考え方してや、美咲の一夫多妻制とか。まあ一夫多妻制というか、まあ法律上は無理やけど。ああ、まあ週1とか週2の関係ぐらいか。別に最低やな、お前も乗っかるな。まあでも、まあそれまでにちゃんと立派なラガーマンに、俺ラガレになってくれんと。俺もラグビー YouTuber やな。ああ、まあまあ、せやわな。それまでに俺も選ばれへんから、はい、もっとちゃんとすごい子出てきて、俺そっち選ぶから。全然いけるっすよ。任してください。あ、いける、日本代表とかなってくれる。全然やりますわ。ちょっとほんなん、ちょっと好きに変えていこう。はい、行こう。いやー、さすがキャプテンやんけ。全員俺の首ダミー。首ダミーすなて。ナイス。おー、ナイス。いいね。リーチマイルドさん。はい。ちょっと今2対1で、リーチマイルドさんがディフェンスして止められたら、みんなあそこのポールに走るって。全員走れ。全員走れ。バリダルソンみたいな。えぐ、見たことある俺この空気。おしゃれんで監督こうへんで聞いたのに来た時の空気やこれ。うわー、だるやつ。うわー、でも2対1やからな。じゃあ行こう。あ、ナイスだ。あー、シンク見せどころやろ、シンク。あー、わー、シンク反対行こうか。行く行く気になってる、またまだやるんすかみたいになってる。お前よう言うたな。俺はもう水でええと思うね。とりあえずほな水飲もう。リーチどう、リーチどう。おもろいっすね。おもろい、おもろいっす。リーチかっこいいっすね。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいって言われてる。絶対男ってない。シンクさん、はい、またリーチマイルド言ってますよ、コンタクトなんかできんのかみたいな。コンタクト一番好きです。コンタクト一番好きだし。セット、おっ、いけ、おお、おっ、おっ、俺でも正直ちょっとあの舐めてた太ももが、あのちゃんとラガーマンやった。いやいやいや、どうやろ、どうやろ、あのこの押してる時の、ほんまのラガーマン入り方の技術を多分あの僕めっちゃ教えたくて。俺が言うのもね、今ちょっと教えたの。入った瞬間、入った時、この3点、顎、胸、近いカメラ。こいつでもスクラムほんまめっちゃ強かったから、マジ勉強だった。ヘッキャめっちゃ似合うやん。あ、すごいな、ほんまに。おっしゃ、怪我せんようにね。はい、ありがとうございます。はい、ちゃんとフォローしてあげて、任せてください。よし、しっかり行ってきます。よし、コンタクトやから怪我せんように、はい、しっかり、OK、でもコンタクトやから怪我せんようにしっかりね。はい、バチバチやっていきましょう。お前が一番心配やぞ。全然いけるっす。いけるか、任せてください。おー、ナイス、すげえぐいだ。おー、おー、いい、あぶ、よし、よし、よし、あー、じゃあ、ナイス、うわ、強いっす。やめろ、やめろ。おー、ナイス。なになになに、下がらせれたら4年にしといたろ、短くなる。うわー、じゃあ、ナイス。
読めや減らすなんて。おらまだ2年は無理やったな。いや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 ナイスオッケーナイス。おい、はい、女の子にそんな負けてええんか。負けてんの押し返すよ。負けてんの流しよ。行ったるよ。舐められんなよ。よっしよっしよっしよし、これが大人の強さや。わかったか。アブよし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 わあどうや元気だったか。あ、憧れました。よし、負けてるやん。次行きます。負けてるやん。次行きます。あかんねんって。ここはここのから後ろは大人の強さ見せなあかんのか。わかりました。一番でかいの来ましたけど。そうやな。よし終わってんじゃん。おいおい、よっ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 、あぶあぶ。よし、ナイス。いやーまずい。ちょっとよし、まあ、揚げたてのじゃがいもみたいな皮が取れない。違う違う、赤なって普通に負けてるから。よし、おっとお前、お男梅やこいつ。男梅やな。似てます、ね、リーチマイルドなんですけど、だからもうじゃがいもやったんですけど、男梅に名前変え男いいっすね。いいっすね。あとこいつね、リーチマイルドね、こいつバツイチなんですよ。マジっすか。そういうとこやと思わないですか。高校生に言うなって。え、今もですか。はい、そうなの。バツイチなんですよ。今結婚します。あ、今はい、ありました。なるほど。そういうとこっすよね。バツイチか。バツイチどう思うんですか。そのバツイチありっすね。ありあり最後年後5年後ありなんですか。5年後ありです、ね、いやでもやめといた方がいいですよ、リーチマイルド。え、子供います。あ、じゃあダメです。そうはダメです。頼みます。あ、僕言ってます。あ、ダメですね。あの、ちゃんとした人見つけてください。わかりました。期待してますんで。ありがとうございます。お前ほんまにこの子らに助けられてんね今日。大丈夫マジでほんまに。あかん顔してある。あかん顔してある。リーチマイルドさんって下唇出てますよね。出てます。最近わかったんですよ。え、めちゃくちゃ下唇出てる。それだけなんですけどね。お疲れ、みんな。なんだ、ちょっとチームにさ、女の子いてるってどんな感じなの。俺らあんまりそういう経験なかったから、なんかいろいろあるやん。いや、それはないです。あ、ない？初めもなかった？あんまないです。いや、すごいな。なんかもうだからチームなんやろな、完全に。違うな。ゲストじゃなくて。え、普通にタックル入れる？全然入る。フルでいける。バチバチくっすか。え、当たりとかもできるの。もう、はい、見といてください。バチバチ。え、でもブレイキングダウン俺としたら勝てんのやろ。バチバチいくっすか。全然いくっす。全然いくっす。さっきこいつで。やってください。あの、高三で。高三で。かわいらしいな。あ、ほな、何この OB VS 現役。さあ、現役チームちょっと来てくれ。食べて頼む。はい、行きましょう。オッケー。怪我せへんよね。怪我せへんよね。さあ、大山先生がレフリーしてくれます。おナイス。シングナイス。おナイス、三崎。三崎ナイスや。いけ、三崎ナイスや。ナイスタック。シングもナイス。めちゃくちゃいいよ。すごいね。いいよ、ナイスや、シング。ナイス、シング。いいよ、よかった。すごいね。ナイス、シング。おっしゃー、で、みんな修正点出せや。みんな修正点出せ、話し合って。神田。いや、ちょっとやめて。
小山先生、はい、女子すごいっすね。すごいでしょ。男子よりももうめちゃくちゃすごいっすね。はい、皆さん顔泥だらけです、ね、もうすごいですね。完全ラガールですね。めっちゃかっこいいです。うわナイスタックル。シグ大丈夫か、頭大丈夫。さあ逃げるわ。めちゃくちゃかっこいいよね、こいつら。ナイスタックル。ナイスタックル。大丈夫か。大丈夫か。足伸ばして、足伸ばして。どうぞどうぞどうぞ。すごいな。すごくない。よう後輩いるわ。しずやちゃん、いやいやいや、タッチ。よし、よう頑張った。みさき、みさき大丈夫か。いけます。いけるか。余裕っす。あ、大丈夫。おお、一緒にブレーキングだもんね。よ、ありっすね。あるの。変なとこ誘うな。違う道に誘うな。違う道に。皆さんお疲れ様でした。いや、素晴らしかったです。高校ラグビーやっぱ素晴らしいね。次はブレーキングダウンすか。だって次はブレーキングダウンの。そうやな。こいつ練習終わったら元気になんな。最後練習いい感じやったから、みんな必ず出てたから、そのままやったら俺倒せると思うから、こんな感じでやっていきましょう。もっとみんな体当てるよう頑張りましょう。おい、やっぱり、あ、違う、噛みました。やっぱり最後の雰囲気良かったと思うんで、虫のとこ潰してやっていきましょう。いや、いいっすか、いいっすか、一言。よし、行こう。あなたたちはちゃんと思春期の女子高生なんですか。はいはい。何ですかこの格好。びっくりした。普通もっとおしゃれしてますよね皆さん。いや、まあまあ女子高生言えたらね。おしゃれして見てください。この二人、砂まみれ、傷まみれ。こういう子らが将来の日本を僕は変えていくと思う。おお、大きく出たけど、まあそうやと思う。そうやと思うわ。見ました。僕ちょっと舐めてたじゃないですか。大丈夫、2人とも5年後開けとく。どういうこと、うん、やめとけって、うん、その話。てか、なんでラグビーをやろうと思った。そもそも私は兄の影響。あ、お兄ちゃんがラグビーやった。お兄ちゃんここで OB で。あ、はい、そうなんだ。美咲ちゃんは、美咲ちゃんは幼馴染やってて、やりたいなと思って。あ、幼馴染がやっててラグビーやりたいと思った、はい、そんなんで、でもこんな続けれるもんなん。はい、頭悪いから。え、頭悪いから。頭悪いラグビー行こうかな。ああ、なるほどね。ラグビーやってたら英大学入れるかな。マジですか。ラグビーやるよな。やります、やります。やるやんな、はい、いや、ちょっとほんま、ちょっとね、ちょっと俺すごい初め、うん、緩い気持ちで来てたけど、せやな、すごい心動かされましたよ。はいはいはい。この二人なんかちょっとこれから俺らの企画出てくれる。いつも今やってる。いや、ちょっとやろう、やりましょう。ほんまに、はい、あとでちょっと4人のグループライン作ろう。マジでマジでマジやね。マジやね。狙わないでください。狙わないでください。5年後とか言って狙わないでください。おい、お前ら5年、7年後や、お前ら。7年後に、7年後に。やめろ、やめ、やめ。ウェネメ男子ラグビー部、シーダコを出すぞ。ラグビー最高。うわー、やったんで。
れたな。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。いや、お疲れ様でした。いや、素晴らしいチームでした。いや、本当に助かりました。いや、ありがとうございました。いや、結構倒されてたよね。僕です。酒ばっか飲んで運動してないから。あ、それはマジであると思います。とかしなくていいですか、ね、酒抜かなあかん。あ、いいっすか。はい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 。遅れてるよ、遅れてるよ。はい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 。